よし、わ、今日も穏やかでいい天気になりそうです。急ぎます。はい、今日は10箱以上戻ってくるでしょうか。収穫します。にしてですね、5コンテナ目がこんなもんですね。はい、段ボール買い忘れてしまったんで買ってきます。今日は10です。増えてきましたね。はじめましての方は、はじめまして、シュシュシュお願いします。今後ともご視聴、あれ、今後ともご視聴よろしくお願いします。そして毎度見て出演しておる方、本当におっちょーい、あれちょっとくださいゲスのガッテンとハスカスドース取り取りチェイスしておりさす。マニアレンタル実はあるんですよね。あの渡良瀬集荷場にこういうやつとマニア、はい、多分言えば貸してもらえると思います。ちょっと金額確認してないですけど、テンバットさん、はい、多分 JA であれは貸し出しですね、マニア、はい。それからお塩様、これビニールハウス完成したんですかね。完成4時間で完成したらすごいですけど、ビニールハウスの設置ですね。チャンネルクロッキーさん、おめでとうございます。よかったですね、本当に。本当、まず焼けないで、あの炭酸ガス炊くようになったら、結構徒長しなくなったんで、芯はその、まあ、敵地なんですけど、基本的にはあの引きずり下ろして引っ掛けるみたいな感じで、芯止めなくても身がちゃんと炭酸ガスで肥大してきますね。まあ、でも最後1ヶ月前ぐらいは全部止めちゃった方が、多分肥大がさらに促されると思いますね。あ、徳幸さんですかね、初コメありがとうございます。そうなんですよ、確かに台風を考えるとチャチな仕組みでやるとすっ飛ばされるんですよね。去年台風すごかったですからね。そうあるんですよ、換気窓25,000円。ちょっとですね、金額的に、はい。それからお師匠様、あ、これ見ればいいのかな、農機具ネットの売りますコーナー、個人売買、あ、ちょっと確認してみますね。換気窓、はい、ちょっと今日明日で作っちゃおうかなと思ってるんですけど、確かに強烈な台風の風が吹き込むと、あの直感の私のやつだとやばいかもしれないですね。そして今通路に流してます、はい。昨日ちょっと 30% とかいう湿度になっちゃったので、やっぱ通路に出す必要があるんですけど、出すタイミングがちょっと今のところ早め10時ぐらいから出すのがいいのかなと思ってます。はい、本当に頑張ってもらいましょう。はい、最初はピヨピヨじゃんけんチョキチャ、またしっかりします。
ピオさんだいぶ硬くなっちゃったんじゃない？色は似てるけど、ピオさん今日は出てるのかな？ああ、まだ奥にいるのかい、ピオさん。なんで隠れてたんだよ、ここがいいんだよ。キュウリだよ、ピオさん。ほら、穴が開いちゃってるやつ、ほら。はい、ということで私の頭の中にあるのを今からやってみたいと思います。はい、ちょっと作って皆さんに見ていただこうと思います。はい、どうでしょうか。ここにつけましたクロスは22と19の3箇所ですね。もうこんだけがっちり入ってればまず何があろうが外れることはないですね。そして内側にこれピオを貼ります。はい、こんな感じです。はい、ちょっとこれ幅が2メーターで寸足らず2メーター30買うつもりなんで、もっとこの辺まで15センチ行きますが、ここ隙間空きます。はい、確かにこっちも開きます。でもですね、ネットが 0.2、0.4 なんて本当風が、はい、入ってきませんので、こんだけ塞いでおけば多分風で台風でバタバタやっても吹き飛びはしないと思うんですけど、どうでしょうか。で、実際外側からここはくり抜いて外側から防虫ネットを張っちゃうと。はい、で、開けとくときはこの上のパッカー取って、だからもう夏場とか全開ですよね。こうしとけば防虫ネットになると。はい、で下ピタッパラパラですね。どうでしょうか。それからこの PO は内張り用の 0.05 ですけど、実際は頼むのはこれ 2m30 幅のこれが 0.1 とか、はい、だからちょっと高いですけど値段的には。ただこれ風はまあ抜けるとしても、防虫ネットがあっても雨は入ってくると思うんで、雨の方向次第だとこの辺が濡れてサビの原因になるのかなっていうところは今から想像できますね。あれってさ、ちょっと入っちゃうね。これお尻が汚くてお見せできないですね。視聴者の方には、おお、おっす、おら、ピオだ、よろしくな。今日はお疲れ様でしたね。明日も頑張ってまいりましょうね。今日はお前シャッター、お前今日午後なんかやったか。なんか最近午前中で力尽きちゃうんだよね、2時ぐらいで。そうか、それもそれだな。最初は俺あっち向いてそっち、じゃまたな。